しんどーい。ポンタメ、はい、こんにちは。それではポンタメ始めていきましょう。たくみです。あかりんです。たくみ企画、今回私の持ち込み企画でございます。はい、今回やるのはこちら、じゃん。 K の高飛び、たくみの餌食、将棋漫画参戦。サブタイン、ね、難しいね。将棋の格言で K の高飛び、負の餌食というのがありますけども、負は歩くの負。あ、そうです、あの負ですね、駒の、はい、をちょっとまああのもじってみた、うん、特に意味はないです。実はこれあの第2弾でして、あの第1弾将棋漫画企画というのがございます。ね、やりましたね。はい、ぜひそちらも見てほしいんですけども、はい、将棋漫画はめちゃくちゃ多いし、めちゃくちゃ増えてます。うん、増えてるんですか。増えてる。なんで。理由はまあ藤井聡太さんだと思いますけども。あ、そっかそっか、はい、漫画みたいなキャラが出てきちゃったわけですよ。藤井聡太さんという、はい、もうなんかまあどの漫画にも書かれていなかったようなスーパースター、まあ、よく言われてますね。その作品として書くにはやりすぎて怒られるレベルの強さと、はい、ストーリーもすごすぎて、はいはいはい、なのでまあ多分いろんなそのクリエイティビティを持った人たちの心をね、触発して作品が生まれてるんだと思います。はい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 、今回紹介する本も明らかにそれに影響を受けてる本たちだらけなので、はい、それをちょっと聞いてほしいなと思いまして、はい、まあ、将棋僕すごく好きなんでね、いつも熱が入りますけども、この企画やっていきたいと思います。本当ね、早速一作目なんですけども、これ多分一番藤井聡太さんに強く広く影響を受けております。あら、こちらです。じゃじゃん、目の前の神様。おう、これはですね、もう彗星がごとく現れたスーパースターの、もう上様と言われている将棋の天才棋士がいます。若くからバーッと頂点まで駆け上っている棋士が主人公ではございません。はあ、なるほどね。うん、そこが目立ちすぎて、うん、天才棋士と呼ばれるはずだった、うん、もう一つの裏の棋士のお話なんですね。しんどい。そうなのよ。タイミングが悪かったんだね。うん、そうなの、同世代に生まれてしまったのよ。はい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 、これ、ね、無数にあると思うんだよね。いや、絶対ありますよね。実際にあるんだけど、うん、そこの部分を書くんだっていうね。うん、だからもう自分が子供の頃から天才ともてはやされて、うん、なんなら子供の時には年下だったその上様にも勝ってるわけ。うん、ああ、なるほど。負けましたと言わせたこともあるのね。うん、でいやいや、君はでもすごい才能持ってるよって言って、て、うん、これからも頑張ってって言ったら、うん、一瞬でバーって抜かされちゃったの。あ、かわいそう。でも本当にチヤホヤされる予定だった、うん、主人公もチヤホヤされたかったんです、うんうん、ただ全て自分がやりたかった仕事も全て、例えば将棋で上り詰めた結果いろんな広告のポスターになるとか、うん、俺がやるはずだったけども明らかに上がいて、うん、目立てなかった主人公のお話なんですね。なるほど、そっちかっていう描くの、うん、いいですね。なんかそこにでもドラマがきっとありますよね。そうなの、ものすごく目立った対局、うん、もうどんどん頂点に駆け上ってる対局って一個一個注目されるじゃないですか。藤井聡太さんの時も本当に一局一局注目されました、うん、何連勝中何連勝中、うんうんうん、これを破ったらもう大記録ですっていう時にもう一個一個の対局がすごい報道陣来てっていうね、うんうんうん、その大量の報道陣が来た中での対局で負けてしまうんですよ、主人公は。まあ、まあまあまあ、そっからもうね調子を崩しまくって、あら、まあ、はい、そっからの普通の対局も負けていきます。あら、まあ、これね、あったんですよ本当に。あ、そうなんですか。藤井聡太さんに負けてバランスを崩してしまい、うん、どんどん調子が悪くなる棋士いっぱい今でもいます。あ、そうよく言われてますこれは、はい、まあ、なんか感覚もわかるね。いろんな理由あると思うんですよ。注目されつつ負けてしまっていろんなこと言われるとか、うん、あるいは普段だったらこの手で良かったけども、うん、藤井聡太さん相手だったからうまくいかなかったから今後そこでちょっと調子が狂ってくるっていう、あ、これでいいんだっけっていう、なんかそうちょっと疑心暗鬼になってしまう。それぐらいまあ強力な存在だったわけですけども、まあそういった部分が描かれて一回どん底に落ちます。なるほど。でも一回そこでもうちょっとなんか自由に将棋指したらっていうのに気づくシーンがあるんですよ。君の将棋好きだったけどねって言われるんですよ、いろんな人に。一番底辺からどん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 駆け上っていくお話なんです。わ、うん、めっちゃいいじゃないですか。はい、いや、ここ描く方法もあるんだっていう、うん、普通は天才棋士描くよね。まあそうですよね、うん、苦悩の中でもいいけどもこれはもう苦悩しかないところがスタートなんだよ、うんうん、もう一度仮咲こうと。あ、はい、じゃあ読んでて結構しんどいですね。まあ、でも主人公は結構ね楽観的というかちょっとまあ天然なんですよ。あ、そうなんだ。天然でちょっとおかしくて、なんか最近 AI についてどう思いますかって言われて、うん、AI は調子乗らないでほしいですねっていうそういう回答をちょっと天然さん面白い部分全部取ってくんすよって言って、本当は自由にやりたかったの将棋を、でもっと面倒くさい事務作業とかやってほしいですって答えちゃうぐらい変なやつなんで、そこまで卑屈にはならないかな。かわいいんだね。かわいい主人公です。はい、本ため、続きましてこちらです。
じゃじゃん、番王。ほう、はい、マジで全く知らない。これ続いて、実はさっきほどの作品と同じ、これジャンププラスでございますけど、あ、そうなんだ、うん、将棋漫画増えすぎじゃない？確かにそれぐらいやっぱね今面白いんだよね、うんうん、不思議だよね、将棋で面白い漫画がたくさん出来上がるっていうのは、うん、不思議ないけどね、将棋なんて、ね、なかなかそのはずなんだけどね、うん、でこちらちょっと問題形式にしたいんですけども、はい、いいですか、お得意のね、はい、主人公はですね、うん、全く将棋の才能がありません、はい、だけども、うん、人類トップレベルで強いです。なんででしょう？人類トップレベルです。人類トップレベル強いです。わかりましたよ。怖っ。人間が一人しかいないんだよ、この世に。うわー、すごい発想。それ以外は動物が将棋やる世界なの。すごい発想だけど違います。あ、違う。そういう漫画もあってもいいかもね。そう、はい、でもね、まあ、うん、全然違うんだけど、まあ、遠すぎないって感じがありますね。真逆にするとちょっと、うん、ヒントなんだけど、才能ない場合でも強くなりたいと思ったらどうします？もう努力するんですか？そうですよね、努力しました、すごく、はい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 、努力した結果、はい、人類トップレベルですね。あ、分かった。努力しすぎても周り全員死んじゃったんだ。合ってます。そう、300年将棋やってるんです。あ、すごいね、人口は。よく当てましたね。まあ、人類と言いましたけども、主人公自体は人類ではございません。あ、そうなんです。吸血鬼でございます。あら、あ、なので、その中で人類で戦わすともうかなりトップレベルなんですけども、うんうん、全く将棋の才能がなかったけども、うん、まあ、やけに寿命が長いわけですよ。あ、それはね、まあ、ちょっと暇なんですけども、うん、そこで、まあ、ある時代で将棋に出会うんですよ。なんだこれ、おもれえぞと、うん、でたくさん負けるんです、才能全くないから、うんうん、で負けるけどずっと考え続けて考え続けて考え続けた結果、うん、まあ、300年やったら私は強くなったわけですよ。でその、吸血鬼が、まあ、住処にしてるというか、自分の居場所なのがある本当にこじんまりとした将棋教室なんですよ、将棋道場、はいはい、そのビルがもう畳まれてしまうってことになって、それまでなるべく表舞台に立とうとしてなかったんだけど、うん、目立てないから吸血鬼ってバレちゃうからね、うん、でももう畳まれるってなって居場所なくなると思って、ちょっとこれお金を自分で稼いで、うん、もう一回ちょっと道場続けさせないと、ちょっともうせっかく居心地いいのにってなって、うんうん、俺大会出るわって表舞台で出ちゃうんですよ。あら、まあ、っていう話で、そこでどんどん実力がもうバレてっちゃう、はあ、最初からもうネット上で話題になってます。そう、やけに強いやついるぞみたいな、なんかまあ本当に光の碁でもそういうシーンありましたけど、まあ確かにね、サイがね、サイね、うん、だからもう言うだな、光の碁でサイが普通に出ちゃってる感じ。サイ出てきちゃった、うん、出ちゃってる、まあ、ギャグ要素もありつつ、ね、かなりね、コメディ感は、コメディ感あってね、読みやすいです、うんうん、すごくない？将棋漫画ついに人間じゃないの出てきました。でも確かにね、AI と戦ったりもするから、吸血鬼ぐらいもね、もう吸血鬼でも全然 ね、やった方がいいのかもしれないね。そう、うんうん、すごく主人公ミーハーなんで、うん、おい、こいつたった数十年しか将棋やってないのこんな強いのかよ、サイン欲しいって人その人類の今の現存してる人類のトップ棋士とかにものすごくミーハーなんですよ。あ、そうなんだ。それやっぱ理由が、こいつまだ十数年しか将棋やってねえんだろっていう、そのもうなんか規模が違うから、うん、天才だこいつはって言って、うん、サインずっと欲しがってる、っていうちょっと可愛さもある。ちょっとジャンププラスみたいな感じますね。ジャンププラスっぽいよね、うん、吸血鬼混ぜたりとかっていうあたりは、ね、うん、非常にまあコミカルで、はあ、面白い作品だったり、楽しそう、ありがとうございます。ファンタメということで、うん、1個目はかなり、ね、リアリティのある話で、出てくるその将棋界の用語も本当にリアルになってるんですけども、うん、ここからはちょっとずつ違うんですけど、うん、次は話はリアルではあるんですけど、うん、まあ、ちょっとあのパラレルワールド的なやつですけども、ただね、かなりね、書いてる内容はリアルです。これもやっぱね、今の将棋界を反映してできた漫画ではあるんですよ。あ、そうなんだ、はい、まあ、藤井聡太さん以外にもですね、はい、うん、将棋界ですごくホットになる話題がいくつかありまして、うん、それが何かっていうと、女性のプロ棋士って今いないんですね、うんうん、あー、はい、そうですよね。女流棋士っていう別枠があるんですけど、別枠だ、あの将棋のいわゆる想像するプロ棋士っていうやつは、うん、ちゃんと男女別にルートは同じなんですけど、うん、まあ、未だに、女性のプロ棋士がいないと、うんうん、ただ奨励会三段っていうギリギリのライン、あともう一歩でプロって人たちは何人かいるんですね、うん、あ、そうなんだ、はい、それで話題になってたんです、はあはあはあ、女性初のプロ棋士になるかとかってなってる時に、うん、まあ、やっぱなんだかちょっとあとね、ギリギリってところなんですよ、今、うん、今ね、今ね、この、うん、まだ分からない動画のね、この時代、うん、まだギリ出てないんですね、うん、それを描いた作品があります、女性初のプロ棋士誕生ストーリーの話、はー、将棋指すけだものと読みます。そうなんだ、すごい、なんか強めのタイトルだね、うん、強いね、まあ、もちろん女性がね、はい、主人公なんですけども、その主人公が、うん、まあ、けだものと言われてるんですけども、うんうんうん、そこでまあ女性初のプロ棋士の誕生を目指すストーリーなんですけど、うん、
まあ、なんかちょっと珍しいなと思うところがいくつかありまして、うんうんうん、一つは主人公っぽい将棋指しません、うん、相手のやる気を削ぐような将棋やめたくなっちゃうぐらいの勝ち方をするんですよ、うん、あ、そしてヒールっぽいね、うん、普通は指しててうわなんか負けちゃったけどこいつと将棋すんの楽しいもっとやりてえ俺も強くなるっていう感じの想像するでしょ、うんね、漫画とかは特に、ね、漫画なんてだってキャプテン翼とかはさ翼くんってサッカーしたらサッカー好きになるじゃん。まあそうです、うん、ボール友達なんだもん、うん、本当に一回もボール触らせてもらえなかったなすごい鋭いスライディングたくさん来たとかないでしょ、うん、確かに嫌になっちゃうね嫌になっちゃう、ね、もう怖いよみたいな、うん、もう野球漫画でも、うん、無限に盗塁されたよみたいな牽制で3回刺されたとか絶対ないじゃん、うん、ないそんな感じの主人公なんですよでもやってる相手のやりたいこと全部潰すのうわでなんかしかも完全にクリーンな感じのストーリーじゃなくて、うん、なんか主人公はもともとギャルだったはずだったんですよもともとね奨励会ってプロを目指す機関にいて、うんうんで一回なぜかギリギリのところで3段で辞めて、うん、その理由もまだ最初謎で、うんうん、ただいきなりそのアマチュアの大会でものすごい強い女性現れるんですよ、うんうんうん、でなんかよく見たら名前聞いたことあるなみたいな周りがなんか会った時負けたけどあれもしかして元奨励会3段のあいつじゃないかみたいな、うん、でもあいつはもともともっとギャルっぽいやつで、うん、遠行疑惑で辞めたはずだぞみたいなそういうなんかもうちょっとね、うん、ストーリーがあって純粋な将棋漫画って感じでもないですよねそうなんだ、はいっていうところが変わってるんですけども、はい、非常に面白いんですけど、うん、4巻で終わっております、ね、あら早いねいや結構中途半端なところで、うん、終わっちゃってる感じありますね、うん、っていう声もたくさんあるもっと読みたかったなっていう、まあ、なんで女性初のプロ棋士誕生ストーリーは見たいじゃん見たい確かに現実でももしかしたらちょうどなるかもしれないしさ、うん、それで話題になるかもしれないですもんねまた、うん、出版社さんでもいいけどもう電子書籍でもいいけど、うん、お願いしますそうですはいします本ため。というわけで、はい、今回はさらに将棋漫画をね紹介させていただきましたけども実は今回紹介しきれなかった漫画将棋漫画たくさんございますすごいちっちゃい声で言うまだまだやだあるんだ将棋漫画多すぎるわなので第3弾もやりたいんで、うん、ぜひよろしくお願いしますお願いします、はいということで、はい、今回の動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。そして今回紹介した漫画のリンクは概要欄の方にございますのでそちらチェックよろしくお願いします。お願いします。そして公式の X のアカウント、そして TikTok のアカウントございますのでぜひフォローよろしくお願いします。お願いします。それでは次回またお会いしましょう。さよなら。バイバイ。結構前回再生数良かったんですよね、将棋も。めちゃくちゃ良かったね。なんで？バグ。なんであるバグの可能性。我々もびっくりしたもんね。ね、なん将棋漫画なんか伸びてるなんでってやつ。そうそうそう。別に伸びないだろうって思いながらさ撮るのは良くないけど。伸びないだろうと思ってたもんね。ちょっとニッチだよねって思いながらやった割に行っちゃってびっくりでしたな。びっくりびっくり。最初の1ヶ月ね、本当あんま伸びなかったんですよ。だん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 。何が起きたの？藤井さんがより勝ってたそのタイミングでまああるだろうね十分にとか将棋人気自体がまあね影響されるとこあるんで将棋検索でねうんまあかかった可能性ありますねそっかそっか、うん、こんな会話付録ですね今後に活かしたいからねはいこの動画も伸びてることに祈ります、ね、はい。